はい、アカシックサーチシンです。今回のテーマは DV ということでお送りいたします。ドメスティックバイオレンスでございますが、今回、YouTube 動画何をサーチするかと言いますと、この DV、女性が男性に一方的に DV をしているパターンの DV もあると思いますが、一応これはなしとして、女性からあって、で、その仕返しで、男性が女性にという DV や、男性が意味不明な DV をするというのも DV。この形式、形の DV だけをターゲットにして、アカシックレコードにサーチをかけます。何をかけるかというと、現時点日本国内で起こっている DV、どっちが悪いんだ、実際どっちが悪いんだというところを、アカシックレコードにジャッジしてもらう。女性が言葉の暴力をひたすらやって、切れた男性が暴力を振って、まあ、殴ってしまった場合、ほぼほぼ男性が悪いっていうジャッジを我々の社会ではされてしまうと思うんですが、日本国内の DV 状況というものをアカシックレコードはどうジャッジするのかということで、どっちが悪いっていうのを出しました。あくまでも日本国内でございます。日本国内において DV55 から60%女性が悪いという、すいません、こんな結果でございました。DV を男性がしてしまう理由があって、で、その理由に正当性が、アカシックレコードがあるとするのがこのぐらいになってしまうということですね。問答無用で男性が悪いというのも、当然そういう DV もありますが、いやいやいや、奥さん、君が悪いでしょ。なんだかんだ言って、あなたがそういういびりをするからもうブチ切れたんでしょっていうようなことですね。そういったものが過半数を超えている。あくまでもこれ日本国内の現在の数値となりました。占いですからね、占いでございます。ですが、それなりの的中精度は持っているつもりです。はい、苦しんでいる男性が多いんだなという印象です。サブスクの方は何見ましょうか。国をちょっと変えてみたりしてみましょうか。あと時代とかも、江戸時代はどうだったんだろうかと。いやいや、戦国時代はどうだったんだろうかとか。いや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 、千年前とか。卑弥呼の時代はどうだとか。ちょっとその辺やってみても面白いかなと思ったりします。ちょっと卑弥呼の時代やってみましょうか、今。卑弥呼が生きていた時代の DV。日本ですよね。はい。日本どの範囲にしましょう。卑弥呼の時代の日本の範囲っていうのが、まあちょっと微妙な範囲になってきますけど、まあ今の日本の範囲でやってしまいます。文化も何も北海道とか全然違うでしょうけども、まあひっくるめます。今の日本の国土に住んでいる男性女性の DV の、アカシックレコードがジャッジをする、どっちが悪いんだ、その DV っていうところですね。はい。卑弥呼の時代です。はい。サーチ終わりました。卑弥呼の時代ですね。邪馬台国の時代でございますが、なんと同じです。全く一緒です。変わってないなっていうことで、あ、そうなんだという、江戸時代とか明治とかまたわからないんですけども、卑弥呼の時代、今とあまり変わってない。女性が強いっていう感じですね。あくまでも占いですので、軽く流して聞いていただければと思いますが、そんな結果でした。以上でございます。それではまた次の動画で。